YouTube チームでーす。今日は、はい、何でしょうか。今日はなんですけど、うん、ウェディング、はいはい、わかります？ウェディングってまず、うん、何ですか。え、魚かかった時にウェディングするやつ。それランディングじゃない。それランディング。ウェディングっていうのはここにありますね。ウェダーを着て水の中に入って釣りする釣り方のことをウェディングスタイルとかっていうんですけど、今回ね撮影してます動画に関しましては、ウェディングにおすすめなウェダー以外の商品ですね、以外の商品でのおすすめ5選を今回ねご紹介したいと思います。はい、まずこれね、5000とかいうレベルの話じゃないんですけど、うん、ウェダーで必ずつけないといけないもの、何ですか。救命胴衣。おう、まともな意見が出ましたね。そうなんですよ、はい、必ずね、ウェディングする際は自動膨張、うん、もしくは固定型のゲームベスト、フローティングベストですね、こちらのは必ずつけた状態で釣りをしていただきたい、うんうん、もう転倒した際とかね、いろいろ危ないですから、この絶対救命胴衣は必ずつけてください。はい、はい、こちらお願いします。まずね、一つ目なんですけど、ドレスのね、やっぱこうウェダーをね、やっぱ販売してるメーカーとしておすすめする商品なんですけど、これがね、安全灯なんですよ。安全灯、うん、ヘッドライトではないんですよ、はい、安全灯っていうのは、分かりやすく言うとね、夜港とか行くとね、うん、赤とか緑のライトがポンポンってこう光ってるじゃないですか、はいはい、灯台がありますよとか入り口がありますよっていうようなね形で目で見て分かるようなライトがついてるんですよ。それをゲームベストの背中側につけるね、ライトがあるんです。このちっちゃいライトがあるんですけど、じゃあこのライトなんでつけるか分かります？目印、ここにいるような目印、ね、そうですそうですそうです、うん、ウェディングスタイルって結構サーフとかあとシーバスなんかの時あるんですけど、やっぱ夜が多いんですよ、うん、でやっぱ後ろから投げ込まれたりとか、うん、歩いたらね、いきなり人いたらびっくりしません？怖いよね、ふっってなるじゃないですか、うんうん、それを防止したりとかするために、やはり背中には安全灯を必ずつけて、仲間内でね、この辺にいますよっていうのが分かったりとか、もちろんその外でね、ランニングしてる人たちが、あ、これ釣りしはるんだとか、うんうん、なんか水より向こう行ってない、流されてないとかっていうのを目視で確認するために必要なライトになります。こちらを必ずつけていただきたいと思います。代表的なね、こちらの安全灯を出されてるメーカーさんでいうと、うん、ゼクサスさんがおすすめです、はい、ZX135 っていうね商品が出てます。でこちらの商品がね、税込み3630円で発売してます。そんなに高いものではないんですよ。でまたね、非常時の際こうヘッドライトがつかなくなったりとかね、はい、した場合にもこのね ZX135 に関しては手元ライトみたいな感じでちょっとの、ね、明かりは出るんですよ。前向いてね、白い白熱のライトが出るので、本当に緊急時にね使ったりとかもできますので、かなり重宝されると思います。つけてよっていう人多いと思うんですけど、また一つね確認の方していただければと思います。やっぱりね、これね命にかかるものです。そうですよね。でやっぱりドレスとしてはこう、ウェダーをね日本一売らせていただいてる、もう日本一皆さん買っていただいてるウェダーが一つのメーカーになってますから、はい、やっぱり安全を売りたいということでね、ドレスもね、こういったね安全灯の方ね、今ね開発の進んでますので、来年ぐらいになると思いますが、ぜひともご期待していただければと思います。はい、2つ目なんですけど、ウェダー履くときとか脱ぐときってどういうシチュエーションが多いですか？外。そうだね、うん、やり何まあ分かりやすく言うと駐車場なんですよ。駐車場、うん、で車で行く場合が多いですよね、うん、だってウェダー着て電車乗ってる人見ないですよね、皆さん、うん、基本的にはまあ車で行ってね、フィールドに着いて準備するときに来ますよね、うん、サーフだったりとか、もちろん川だったりとか池だったりとかっていうところに入っていきますよね、はい、その後ってやっぱ濡れるんですよ、うん、やっぱりこう足元がこう土とかがついたりして汚れますよね。汚れますね。釣り終わったらどうします？着替えます。はい、着替えたウェダーどうします？しまいましょうそうですね、しまうものってあまり皆さんね考えないんですよ、うん、ゴミ袋入れたりとか初心者の方だったらね、うん、するケースがあるんですけども、こちらはね本当にね、ドレスがね今回新発売します、はい、防水キャリーカー、これものすごく便利なんですよ、はい、もう一人で行かれる場合は蓋付きのミニ、うん、2人以上とか自分ちょっと荷物多いんですよっていう方に関しては、普通のね蓋付きのキャリー、防水キャリーカーを選んでいただきますと、まずその防水キャリーカーの中に入って、はい、濡れた状態でねもう脱いでいただいて、その下に落としていただく、うん、でそれの上にゲームベストだったりとか濡れたものをね上からトントンって入れて蓋をすればね、水、まあ汚れですね、まあ、砂利だとか砂だとかっていうのを防水キャリーカーがそこで守ってくれますので、はい、車の中に残さないんですよ、うんうん、なので帰ってそのまま洗って干して、ボタン、防水キャリーカー自体も防水なんで、もちろんバーッと洗っていただいて、それを干すとまた綺麗な状態で使えると、非常に快適なものになりますので、もう記者ね、これもう商品説明の時も何回も言ってるんですけど、うん、もう皆さんにこれ絶対味わってほしい、うん、で、防水キャリーカーいろんな使い方ありますので、はい、本当にね、行く前もね、こう綺麗に整頓もできますし、家で直す時もね、非常に重宝しますので、ぜひともご検討いただければと思います。こちらはね、今ね、オフィシャルサイトの方で蓋付きのね、大きい方、う
こちらの方が税込み5280円での販売となっておりますので、ぜひともご検討していただければと思います。次なんですけど、うん、ウェディングしてるときってどれくらいウェディングすると思います？どれくらい、はい、時間半日とか、うん、人によりますけど、まあ大体半日とか一晩中だとか、うんうんうん、日中ずっとだとか、はい、もちろんその5分10分で終わる人もいます、うん、ってなるときに何を気にしないとダメですか？お腹すいたな、おお腹の心配ね塩だおお塩はどうなるんですか？塩の満ち引き、そうですよね、うん、潮のね、満ち引きがあるんですよ。特に太平洋側っていうのは大潮だったらね、寒暖差、はい、満潮の時と干潮の時の差が1メートルを超える場合とかもあります、うん、大きい月だったらね、はい、自分がウェディングしてる時にどん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 水位が上がってくるんですよ、はいはいはい、であの海の場合だと後ろに下がればいいだけなんですよ。だから大丈夫なんです。でも川って中州って言われるようなところとか、川って結構こう深かって浅かって深かってっていうのがあるんですよ、うん、そういうところを越える場合、来るときは腰だったのに、うんうん、満潮になってしまって水位が上がった状態でそこを通ろうとしたら水が入ってきてしまう。あ、怖いですね。怖いですよね、うん、そういうケースがあるんですよ、はい、ですのでぜひともこれはつけておいていただきたいなってものが一つあるんですけど、これがタイドグラフ。タイドグラフって聞いたことあります？潮の満ち引きのグラフすごい簡単に言うと、うんうんうん、ウェブサイトとか見たらこういうグラフだと、はい、今ここですよここですよ、うんうん、みたいなね。その態度グラフが分かる腕時計があります、うん、ちょっと記者今つけてないんですけど、いつもつけてる時計があるんですけど、うん、それは態度グラフが出てます、うん、今満潮域ですよ、干潮域ですよ、下げ始めですよ、上げ始めですよというのが分かるような時計が売ってます、うん、そういうのはぜひつけておいていただきたいと思います。皆さん携帯で十分じゃないのと思うんですけど、はい、携帯ってね、ウェディングしてる時って結構上とか、うん、ポッケに入れてたりとかするんですよね、うん、腰ぐらいまで使ってて、うんうん、携帯を下に落とした場合って、うん、拾えないんですよ。潜るしかないね。そうなんですよ、上段に水が入ってきちゃうんですよ、うん、ってなるとすごく不便なんですよ、うん、腕時計って落ちることありますか？ほぼないでしょうね。そうですよね、必ず腕につけてるんですぐ見やすいんですね。ですのでタイドグラフ付きの腕時計は非常に重宝します。あとね、潮を見るっていうのは地合いが分かるんですよ、はい、だから魚が今釣れる時間に入ってきてるよねとか、うん、今魚が釣れない時間だよねっていうのが分かるので、うん、そういった際もね使いやすいので本当におすすめです、うん、でドレスとしてねおすすめさせていただくのは2種類ございます。カシオさんの G-SHOCK、うん、あはい、そう GBX107JF っていうね、いつも記者がつけてる白のベルトのモデルですね、うん、Amazon価格ですけど税込みで1万7000円前後ぐらいでもう販売されております。こちらの方がね、非常に分かりやすいです。記者も見てますし、携帯とのリンクもできて非常に楽です。便利そう、はい、もう一つはガーミンさん、はい、結構ねデジタルですごい情報がいっぱい入ってて、これ以上ないよっていう情報を知りたいっていう方に関しましては、ガーミンさんのタットっていう、ね、はい、ちょっとシリーズがあります、うん、こちらに関しましてはだいたい Amazon さんで2万5000円ぐらいでね売ってるシリーズがあるので、そういったのを見てね、それの超過を上げたりとか、また安全をね買うためにもそういったものを使っていただくといいと思いますので、ぜひともご検討していただければと思います。4つ目は短めのランディングネット。短めの、短い方がやっぱり取り回しもいいですし、はい、やっぱりこう魚が近くまで寄ってきますから、うん、取りやすいような短めのランディングネット、こちらをおすすめしております、うん、で短いランディングネットに関しましてはゴールデンミンさん、はい、うん、これはウェディングネットカスタムっていうのがね、うんうん、これはまあ釣り具屋さんだとか量販店さんの方で売っております。こちらが税込み大体7100円ぐらいでの販売されておりますので、こういったものもね、あの必ず持っておいた方がいいと思います。特にシーバスやられる方とかディープウェディングされる方は短めのランディングネット非常に重宝しますので、ぜひともご検討ください。もっとランディングネットを要望されてるで、お客さんが。お、ほんまですか？じゃあどれですかね、もしかしたら福ちゃんは極秘に開発進んでるかもしれませんので、来年もしかしたら出るかもしれません。ちょっと記者も聞いてないんですけど、はい、ぜひともご検討していただければと思います。最後の5つ目、うん、これ意外とね、記者もこれね P に言われるまで持ってねえわっていう商品だったんですよ。おー、うん、何でしょう。これがね、フィッシングナイフです。ナイフ、なんでナイフか分かります？魚を締める。やっぱその用途もあるんですけど、ウェディングに限って言うとちょっと違うんですよ。そうで、ウェディングに限って、じゃあこのフィッシングナイフなんで必要かというとね、こけたりとかして、はい、ウェーダーに水が入ってきた場合あるじゃないですか、うんうん、空気が溜まって、はい、足が浮いてきたりとか、うんうん、体が浮いたりするんですよね、はい、その場合立ちにくいんですよね、うん、でそういう場合にナイフでウェーダーに穴をもうしって開けます、はい、だからそこから水が入ってきますよね、うん、だからウェーダーの中を水で満たしてしまうと歩きやすい、空気を抜いて歩きやすい、まあ変な話立ちやすい状態に持っていくためにこういったナイフが必要です、うん、でまた足がつかないところで浮いてしまって、はい、もうどうしようも動けない場合、うん、ウェーダー脱ぎたいですよね、脱ぎたいとか水が入ったウェーダーがあることで、うん、防波堤に登れない、はい、
って言った時ってこのナイフで上田のねこの紐こういうところをね切ります、うんうんうん、水が入ってるんでストラップから見てですねこの辺がもうガチガチに固まってしまって取れないんですよ。そういう時は離脱するためにナイフでこの紐を切ってしまって両方切ってしまってで脱いで自分の体だけにして軽くした状態で登っていくっていうのはね自分の身を守るため体勢を整えたりするために必要なことになりますのでフィッシングナイフっていうのはね非常におすすめです。ただやっぱり大きいモデルとかね歯が出てるモデルっていうのは何もない時にはプスッと穴が、ね、開いたりとかして危ないですからドレス的にはねおすすめするのは島野さんのフォールディングナイフ F っていう商品ですね。こちらの方がねアマゾンさんで見てると大体3245円ぐらいで販売されておりますのでこちらかなりコンパクトになりますしでなおかつよく切れる魚を締める際もねものすごい締めやすいプスッて刺さるようなねナイフがございます。自分の身を守るために何かあった時の緊急時にね非常に重宝するモデルになりますので、ね、プロデューサーに言われてねこれ絶対忍ばしておけばいいなっていうのはね改めて実感できた商品になりますので、うん、もっと期待ですね。そう、うん、そう聞くとね盲点だったっていう方ね非常に多いかと思いますのでぜひともご検討していただければと思います、うん、ウェディングってこれからなんですよね、はい、実はねこれから時期がね、うんうん、ヒラメだったりとかね、はい、シーバスなんかもねこれからの時期どんどん釣りやすくなったりとかするので大型河川だったりとかサーフにね行かれるお客さん非常に増えると思いますのでぜひとも今回のね動画ご参考にしていただければと思います。ちなみに、うん、ミュウさんだったら何持っていきます？いやでもナイフ今聞いて、うん、もっと着たいなと思いましたね、うん、身を守るためにそうですよね。あとねギシャンがねこれ番組にあるんですけど、ね、ゴミ袋とか非常にいいです。あー便利便利あったら便利そう、うん、なんでかって言ったら釣った魚をねいちいち戻れないんですよサーフとか1キロ2キロ歩いてるんで、うん、かといってじゃあそこにクラボックス持っていくわけにもいかないんで、うん、あの非常用というか釣れた魚を入れとくようにねゴミ袋なんかとかねストリンカーなんかもねこういったものが非常に便利かと思いますので、うん、あの持てる量とかね行く場所に合わせてね持って行っていただければと思いますのでぜひともご検討していただければと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。またね。